そうですね、まあ、時間もあまりない中でチームとしていい雰囲気でやれてますし、まあ、シンガポールでの自分たちの、まあ、結果っていうのを受け止めて、あの明日の試合はやっぱりそれを払拭できるだけ の、 あのサッカーをしたいと思うし、結果を出したいなって、まあ、今はそういう気持ちでいます。自分がやっぱり一番このチームで大事なのはやっぱり動きの中で自分が最後の役割、ゴールを決めるっていう役割をまあ任せられることだと思うんで、常にディフェンスラインとの駆け引きをまあ重点的にやりたいなっていうのは思っていて、まあ、その中でまあトップ下の選手だったりとかサイドの選手とどれだけコンビネーションを組めるかっていうところだと思うんで、まあ、その辺もあの周りを見ながらやりたいなと思います。チームはやっぱり一番必要としているのはゴールで、あのまあ勝利だと思うんで、まあ、それに自分が貢献できるようにしたいし、まあ、たくさんの人が来ると思うんで、あのいいサッカーとあのいい結果を出したいなと思います。